緑骨メは、シジミチョウ科の小型の蝶である。イギリスから極東に至るユーラシアと、北アフリカに分布域を持つが、日本には生息しない。胴体を拡大した写真。ロンドンバーンズ地区、WWT ロンドンウェットランドセンター属名の、キャロフリーズは、美しい眉毛を意味するギリシャ語である。一方、種を表す、ラテン語ルビは、ルーベスから派生している。 緑骨盤の翼腸は約2 6ト、mm、ル約3 0ト、mm、ル程度である。翼の表面は均一の冴えない色の茶色である。オスの前肢は香りのする輪粉ンンでできた二つの青白い反転を持つ。翼の裏面は細くて白い線を伴う明るい緑である。白い線はかすかな点の列だったり完全になくなっていることも多い。裏面の虹色の緑色は 構造色である。翼の臨噴の中で微視的な構造の反復が解説合子を形成することによって光の解説と干渉が生じ、この色を作っている。幼虫は背中に沿って黄色い線のある緑色である。シジミチョウ科の他の種類のように幼虫は小判型に近い。卵、カールエックシュタインチョドイツの蝶の図賛。幼虫、サナギ、成虫を描いている。 緑骨バメは3月の終わり頃から見ることができ、大抵6月の終わり頃まで飛んでいる。しかし、時々7月と8月の初め頃にも見ることができる。緑骨バメは緑色の保護色を維持するために翼を広げて休むことは絶対にない。オスは縄張り行動を見せる。卵は単体で産み付けられる。緑骨バメの幼虫がありによって育てられることは、 知られていない。しかし、地表に作られるサナギは、アリを引きつける音を出す。このことは、アリが見つけたものを地面に埋めてくれるからであろうと考えられている。緑骨バ目は、サナギとして、冬を越す、そして一火星であり、一年に一世代を過ごす。幼虫は、西洋スの木、黒豆の木、カバの貴族、ヨーロッパキイチゴ草富士、大葉の赤爪草。 巨竜モドキ族、西洋磯の木、黒梅モドキ族、スグリ族、下ケ族、ウレスズメ族、イエーヌ、チャーマスイティスス、イワオウギ族、ひつばえニシダ族、シャジュクソウ族、そしてシーバックソウオンに生息しているとして記録されている。この多色生種は、おそらく、あらゆる、イギリスの鳥類の中で食べる植物の種類が、最も多いものの一つであろう。 初期の鳥類収集家は、キイチゴ族だけが、この種が食べる植物であると考えていた。しかし、その生態が、より理解されるにつれて、本種が食べるとされる植物の種類は増えた。そして、これからもその種類は増え続けるだろう。その生息地に従うと、ヘリアンテムムヌンムラリム、セイオミヤコグサ、ハリエニシダ、エニシダ、ヒトツバエニシダ、ビルベリー、ミズキ族、 西洋クロウメモドキ、エリカテトラリックス、そしてキイチゴ族を利用している。食べられる植物の種類が多いことは、この蝶がチョークダウンランド、ヒース、ムーア、そして森林の開拓地を含む広い範囲の生息域を利用することができることを意味している。高度0メートルから約2300メートルまでの湿地や乾燥した草地に存在する。緑骨メは、 ヨーロッパのほとんどの地域、北アフリカ、ロシア、小アジア、シベリア、ソトマン州、バルーチスターン、そしてチトラルで発見されている。近年、多くの生息地が失われてきたが、イギリスのほとんどの土地で未だに広く生息している。地中海周辺の国家においてかなり極在化しており、大抵海岸付近で発見される。ありがとうございます。